クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスには4番掛布。先ほどの打席はデッドボールでした。さあ初球は何か。高めの変化球から入りました。次が2球目、打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁、打順は5番八木。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける。これで5連打。ツーアウト2塁1塁。バッターボックスは6番真由美。今日は盗塁を2つ決めています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました、これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーホームイン。3塁送球、ファーストランナーもホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。追加点が入りました。タイガース左中間へのタイムリーヒット。カープなおもピンチです。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは薮田。さあマウンドに上がったのは薮田、今シーズン9試合目の登板です。真ん中打ちました、ファウルになります。打った、左中間に大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。カープなおもピンチです。打順は8番糸原。先ほどの打席は内野安打でした。初球は何で来るか。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る。1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。これから7回タイガースの攻撃です。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。真ん中打ちました、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。大きく外れてボールです。ボール先行です。さてバッターの江越、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができれば。引っ張った、ヒットになった。三塁を回っていく、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。3番バッターバース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。打ちました、打球は切れてスタンド。切れました、ファールボール。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割飛んで9厘となっています。次が勝負ですね。はい、アウトコース外れます。3ボール2ストライク、外れてフォアボール。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。打った、右中間に大きな打球、ライトセンター下がっていく、下がっていく、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バ
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。引っ張った、これはどうだ、ライン際、フェア、フェアです。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。タイガース、見事なタイムリーヒット。カープなおもピンチです。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは中崎。さあマウンドを任されたのは中崎。今シーズン20試合目の登板です。前の登板では負けがついています。危ないボールですよね。まあ変わっ2球目打ちました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターボックスには7番木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトになっています。結局アウトコース打ちました。取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。高め打ちました、切りました、ファールボールです。ワンボールワンストライクです。ファウルになります。アウトコース、これは見送ってボールです。さあ仕留められるか。引っ張った、ファーストが前に来る、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガース、これから8回タイガースの攻撃です。先発の前川バッターボックスに入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。空振り、打ちました、ヒットになった、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は1番に帰ります。バッター近本、さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目は何で来るか。ファウルになります。内へ、これは決まった、ワンボールツーストライクです。打ちました、ピッチャーゴロ、セカンド取った、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番バース、前の打席ではファーボールを選んでいます。ツーアウトランナー三塁です。ファウルになります。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。カープ、ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスセカンドランナーに入ります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、これはどうか、ボールを拾って一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、
だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけません。打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。7番バッター木戸、今日はホームランを放っています。ヒットでランナー打った、ショート取った、これは際どかったが一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。8番バッター糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナー、バッターボックスには代打のオマリー、さあバッターはオマリー、ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。さあ西さん、あと1本で記録に並ぶということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね、注目の打席となります。この打席で安打が出ますとシーズン安打記録と並びます。しかし今シーズンはよく打ちましたね。そうですね、さあこの打席で達成なるのでしょうか。3球目は何で来るか、内へ、これは決まった、ストレート打った、ファースト飛びついて掴んだ、アウト、いやーナイスプレーが飛び出しています。抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まず何を投げてくるか、まずはボールから入りました。おー、あー、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ジャストミート、落ちた、ヒットになる、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点を挙げました。カープもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。高めの変化球から入りました。ファウルになります。打ちました、痛烈、切れました、ファウルボールです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。お忘れ物